おはよう、ポンちゃん。また新しい事案が一つできております。夜中、あれは2時でしょうか、3時でしょうか、ポンちゃんが大きな声で、パパとママを呼びながらですね、起きてくれって言います。そして遊んでみたいな感じで、うろうろ、うろうろします。扉も開けたりもします。なんでしょう、ポンちゃん。そして、クロケンパパの場合は一旦目は覚めるんですけど、すぐ眠くて寝ますが、その後、マオイママさんはずっと遊びに付き合っているそうですよ。みたいなんですけど、ポンちゃん夜中我慢できないんですか？やっぱり3時間おきに遊ばないとダメですか？赤ちゃんか。ポンちゃん。ちょっとですね、寝不足になっちゃうんですよ。いろんなことが、ポンちゃんには何かが起きているようですね。あまり目立って甘えるということがなかったポンちゃんなんですけれども、この神奈川県の方に引っ越してからですね、微妙に甘える感じ出ています。この甘えるというのは仲が良くなってきているという捉え方もできるので、いい傾向なんですが、それがちょっと、今行き過ぎているところなんでしょうかね。それとも、猫にとって夜中の時間帯に甘えるのは普通でしょうか。人間が変だなって思ってるんでしょうかね。こんなに元気な時間帯なのに、何寝てんのっていうことでしょうか。そうね。もっともっと仲良くなっちゃえばいいか。そして人間が起きてる間にちょうど時間帯があったらいっぱい遊ぼうか。こんな感じで。ジュン君は甘えてます。ジュン君はちゃんとね、日中に甘えて夜は寝てくれています。ただ起きるのずっと待ってるよね、この人ね。待ってるね。起きるとすぐこうやって甘え始めます。なんか待ってくれてるのかね。そうだね。起きてお布団の中にいる間はおとなしく待ってるんだね。ちょっとでも起き上がると、あ、起きた、走ってっていうかね、やってくるのね。では、ポンちゃんもジャン君を見習ってみたらどうかな。ああいうやり方だとありがたいです。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、じゃあここどうぞ。ただね、顔の周りを触ってもそんなに嫌がらないしね、今はね。だいぶ慣れてきました。ちょっと時間かかっちゃったけどね。ポンちゃん、言われた通り、真似してくれたのね。間に挟まってる。ポンちゃん、偉いね。ポンちゃん、来たんですけど、ってなった。気づくの遅くてごめんね、ポンちゃん。いいでしょう。